まあね。もうちょい、はい、
にディレクトしに、スマートフォンをですね、音楽を聴けますので、ぜひ快適な作業ができるんじゃないかなというふうに思っております。はい、で、あと、3番目のですね、スマート化への対応ということで、こちらの特殊仕様のグッドコテスト、ちょうど見ている西村の方がグッドコテストなんですけれども、こちらの特殊の仕様のですね、ご紹介いたしております。
さあこれまでは皆様にね、いろんな商品をご提案しておりますが、まずは今日はねこの1台を見ていただきたいということで、まず商品を展示をさせていただいております。さあその他にもこの2023年を迎えまして、久保田の最先端の小型サービスを出しまして、1月末から3日間60度、60度、70度と新たに特急8日と11日が採用されたドラッカーも今登場してまいりました。これまで皆さんに熟練の技を行いまして、見えた部屋、高温作業などの真っ黒に行う作業も、この機械で20キロを使っていただきますと、誰でも簡単に真っ黒に、そして時間を少なく作業ができるということで、この熱中症の60番地、
迎えまして、こちらの新しいトラフィカレクシオシリーズから直進アシスト機能が搭載された、ノートの安全コーナーやドローンの安全コーナーも設置しています。
ください。
かになるやろね、うん、段の付やろね、うん、段の付いていい感じになるかなってなるって思うかスイカは下がこう上まで上がれないのかと思う、うん、上げたらもうドロンタリングね覚えとってさっき開けかけただけちょっと開けただけさっき円盤のロータリーに穴もわからんもんだろうと思ったあ、違う違う、あそこでわかりにかっちゃうね円盤の方ドボンついたらわからんもんってなるけど円盤の方もちょっと上げとかないか今まで一発やっぱちょうどどっかい見ればよかった今ちょうど見る場所によっては高さが全然だからちょっと標準でよかったのかね、うん、そこが標準やあの、全部見えるから